Peggy 18. はい、プロデューサーの小林です。よろしくお願いします。自分がバイオハザードはですね、初代プレイステーションのバイオハザードから20年以上関わってまして、プロデューサーになってからですね、ゲームキューブのバイオハザードの1と、そしてバイオハザード4、バイオハザード6、あと映画の方が2作目から関わっていて、まもなく公開の6まで、実写のバイオハザード関わってます。あと CG のバイオハザードシリーズもプロデューサーとして関わってます。初代バイオハザードはですね、僕はカプコンに入って新人の頃にプログラマーとして関わってまして、ちょうど敵担当になって先輩のプログラマーと一緒に敵を作ってました。で、自分がやったのは結構小動物系が多くて、クモだったりとかハチだったりカラスだったりとか動物系で、最後、研究所に出てくるハエ男ですかね、が一番大きいものでやってたかなっていう、あとはその他もろもろ雑用とかを当時やってました。チームも結構その延べ人数だと100人以上関わってるんですけど、僕が入るのはもう本当発売最後の1年前ぐらいからなんで、それまでに関わった人が5つ、最後でもやっぱ100人ぐらいいて、結構巨大なチームでしたけど、新しいものオリジナルのものを作るということで、結構意見もぶつかり合いながら、いい意味で喧嘩しながら、本当にみんなストイックにものづくりしてた感じですね。最初の頃は本当に怖いゲームっていうところで、なかなか本当に何ですかね、一つ手で怖いゲームからやってみなさいみたいな感じで、広がってたのが本当にワンツーぐらいじゃないかなと思うんですけど、ただのホラーゲームではなくて、すごくエンターテインメント性があって、本当に映画のような作品になっているので、ホラーが苦手な人でもアクション要素があったりとか、あとストーリーのちょっと謎の要素もあったり、ゲーム中も実際パズル的な謎もあったりとかっていうので、いろんな本当に要素が詰め込んでる、ゲームになっていたので、やっぱり幅広い人に、喜んでもらえて、本当に20年以上続ける作品になったんじゃないかなと思ってます。僕自身、ホラー苦手なんですけど、作ってる側だと全部ネタが分かるんで、作ってる時はそんなに怖いと思ってなかったんですけど、実際やってるお客さん、社内でもテストでやってもらうとすごいびっくりして驚いてるのを見て、やっぱり怖いんだなっていうところが実感できたので、その作ってる人間の怖さと、実際ゲームとして遊んでるお客さんのギャップっていうのは多分すごくあった気が当時はしてましたね。ゲームなので、当然プラットフォームごとに新しいことを考えていくんですけど、やっぱりバイオハザードって、当初からやっぱりグラフィックがすごい綺麗な作品っていうのがあるので、やっぱり新ハードでいかにグラフィックを作るかっていうのが、毎回そのハードも初めてで、手探りしながら、本当にグラフィック中心にプログラマーと一緒にやってたところが毎回苦労しているので、ハードの一発目のバイオっていうのはやっぱりすごい試行錯誤の中から生まれたりしてます。で、そこは慣れてどんどん進化していくんですけど、やっぱりみんな初めてのハードは最初夢を見てすごいいろんなことができるんじゃないかなと思ってからの現実を見てどう落とし込むかっていうのの苦労がするので、いろんな作品やっぱり大変なんですけど、やっぱりバイオとしての絵作りっていうのは毎作品苦労してますね。バイオハザード別に会社に秘伝のマニュアルがあるわけもなくて、もう20年以上やってみんながそれぞれプロジェクトごとに受け継がれているものなんですけど、やっぱりホラーというのは当然大事にしていて、ホラー作品というのは理解しつつも、先ほど言った通りホラーだけじゃなくて、いろんな要素を入れるときに作品ごとにいろいろ要素を切り替えているんですね。だからホラーを大切にしつつも、ホラーだけじゃ終わらない、エンターテインメントの部分をどう入れていくかというのは自分の中で入れているので、ある意味小林がプロデュースしている作品では結構エンタメ系に寄っている方向になってるんじゃないかなと思ってますので、
あのゲームをすごくやってない人でも楽しめるゲームだったり、あの映像作品もバイオのゲームをやってなくても楽しめる映像として、まあ、映画として楽しめる作品っていうのを心がけているので、なんかいろんな方にこのバイオハザードっていうのを楽しんでもらえるような作り方は、あの自分自身は心がけてやってます。そうですね、ゲームバイオずっと作ってきて、やっぱり1位が本当にすごいなって、まあ、自分も関わらせてもらえて、まあ、本当に百何十人分の1だったんですけど、やっぱりその思いを受け継いでやっていく中で、まあ、バイオハザード4の時にあのすごい評価いただいて、もうガラッと変わったのはバイオハザード4で、狙って撃つっていうなんか新しい遊びを入れることによって、まあ、バイオの世界観変わってないんだけど、新しい遊びがそこから始まって、まあ、多分4、5、6ってつながっていくと思うんですけど、そこは変化があったんじゃないかなと思いますし、あのゾンビが出ないという珍しい作品を作った、まあ、ガナードなんですけど、そこもやっぱ4が新しい展開を作れたんじゃないかなと思います。1996年3月22日に誕生したバイオハザードなんですけど、まさか自分が20年以上関わると思ってませんでしたし、でお客さんにもこんなにも世界中の皆さんに愛していただける作品になれたっていうのは本当にお客さんあってだと思ってます。作品ごとにやっぱりカラーが違って、まあ、この作品好きこの作品嫌いとかあるかもしれないんですけど、それぞれの作品でそれぞれのスタッフがすごい思いを込めて作ってるので、あの本当にバイオハザード好きであれば、やってない作品がもしあれば、ぜひあの遊んでもらったり見てもらえると、バイオ関わっている自分としては嬉しいなと思いますので、あの本当にバイオ総ざめをこの20周年を機にしていただけると大変嬉しく思いますので、引き続きバイオハザード応援よろしくお願いします。